はい、どうも、テンプスアンプチャンネル始まりました。テンプスアンプの土橋ひろきです。さあ、本日はですね、一般開催川口4日目ということで、本日最終日でございます。一般開催の優勝戦なんですけれどもね、今日いい天気で勝ちたいと思ってますんで、はい、1レースから12レースまで楽しんでいきたいなと思います。じゃあそれでは早速ね、1レースの思想とかね、見ていきたいなと思います。1レースね、出走タイムが出たんですけれども、見た目良かったのはね、3号車の野上選手と4号車の青島弘和選手、出走よく見えましたね。で、7号車の高石に翼選手、3-3出てるんですが、この人はね、出走出てなんぼの選手なんで、この人はね、どう見るかですね。はい、展開予想なんですけどね、おそらく0番の鈴木隆治選手がね、トップスタート決めて、それに乗っかって野上選手が出ていく感じかなと思います。実際はね、負けないスタートを残して、はい、行くと思います。で、20戦なんですけども、こちらね、インコースの星野幸男選手がスタート決めて、でその次に高石三翼選手が、ね、スタート切っていくのではないかなと思っております。はい、このレース7勝付なんでね、はい、1勝少ないレースなんですけどもね、ここでね、ちょっと大穴を狙っていきたいなと思います。2号車の鈴木隆治選手と3号車の野上選手、そして4号車の青島弘和選手を絡めたね、車検の方をね、買っていきたいなと思います。1レース買ったんですけども、3号車の野上選手から2着1245の3着全通りと、で2号車の鈴木隆治選手から2-3-4の全通り、そうですね、買い足し込みで合計5000円の買いとなりました。ちょっとね、野上選手と鈴木隆治選手に期待してみたいなっていうところでございます。で、7号車の高石選手なんですけども、5号車の星野幸男選手にスタート先行されて、ちょっと厳しい展開になるかなっていう予想をして、3着までという予想にさせてもらいました。2号車の、ね、鈴木隆治選手と野上選手に頑張っていただきたいなと思います。それでは早速1レースの方見ていきたいなと思います。はい、1レーススタート。え、マジ1号車の白選手行っちゃったよ。これまずいな、あんまり良くないよこれ。いやー、まずいって、それはまずい、まずい。3号車行ってくれ、頼む、早く切り返せ。いや、7来とる、マジ4行こう。いや、マジかよ。いや、まずい。マジ？うわ、高石選手の1着か、ここ724、742か。いやー、マジかー。3号車の永見選手が726になったのかな。いや、まずい、まずい、マジかー。7の頭買ってないよこれ。いやー、まずい。726、いや、高橋選手、今日めっちゃいいスタート決めたな。いや、マジかー。マジ。1レースね、結果出たんですけども、726っていうことで、はい、オッズの方がですね、1530円ということで、726ね、7の頭買ってなかったんで、はい、外れてしまいましたっていうことで、2レースね、頑張っていきたいなと思います。
2レースの、ね、出走が出まして、まあ、1号車の、ね、岡崎選手と失います2号車の白山選手が、ね、出走3秒台と、結構目立ちまして、そして、ね、7号車の平川選手が出走3人で、結構いいタイム出てるんですけど、まあ、見た目良かったのはです、ね、4号車の阿久津選手、はい、3、4コーナーとか、ね、コーナー挟んでの出走4人だったので、ね、3号車の橋本陽介選手に突っかかって、それで若干挟んでの4人なので、もっと出てるかなって感じがします。阿久津選手を、ね、絡ました車系を、ね、買ってみたいなと思います。そしてですね、出走3人出てる平川選手、高市選手と違ってね、スタートはね、いけなさそうな感じがするんでね、微妙な感じしますけどね、7号車の平川選手もね、一応抑えで買っておこうかなと思います。で、4号車の阿久津選手をね、絡ました車券をね、買っていきたいなと思います。はい、2レースね、車券買いました。4の頭の阿久津選手から、はい、2着1257の前頭で、1着1番7番で、2着4番の3着前頭にと、はい、それで買い足し込みで合計5000円の買いとなっております。阿久津選手がね、トップスタートを決めてくれて、そうですね、なんとか逃げ切るんじゃないかなという予想でして、で、5号車の深澤選手と6号車の岩田慎介選手が抑え役に回れば、平川選手もちょっと厳しいんじゃないかなという予想で、はい、阿久津選手の逃げ切りを期待して勝ってみましたということで、はい、いいですね、見ていきたいなと思います。はい、2レースの発走ということで、さあ4号車の阿久津選手、いけるか、え、マジ？いけないの、スタート、マジか、それは、いや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 、阿久津選手、スタートいけなかったかな、それはやばい、いやー、まずいわ、それは。スタートいけないか、7位かな、マジで、結果が出ましてね、最後の最後に7号車の平川選手がね、1号車をかわして712ということで決着しましたね。712で3880円でしたね。はい、私は外れてしまいましたので、3レースも頑張っていきたいなと思います。3レースの出走出たんですけどね、見た目良かったのは1号車の信澤選手と8号車の和田健吾選手はかなりよく見えましたね。で、信澤選手がね、インコースから突っ張って先行して逃げる展開になれば十分に逃げるチャンスはあるかなと思います。で、2号車と3号車、4号車がですね、つながって、抑える展開になったら信澤選手面白いかもしれないですね。あと3号車の上村俊明選手がね、トップスタートに行く可能性がありまして、で、上村選手がトップスタートに行って粘り込むようなレースになったら大穴になる可能性がね、出てきますので、はい、そこら辺をね、買っていきたいなと思います。スタート展開なんですけどね、おそらく1号車、3号車のどっちかが先行して2、4が後ろの展開になるかなと。そしてですね、こ
この10メーター線の2車が乗るんですけどね、5号車の清水選手がトップ3で蹴るのか、6号車の中村選手が蹴るのかで変わってくるんですが、まあ、ここはね、5号車の清水選手がスタート先行しそうな感じがしますね。で、20戦はね、7号車の福田雄一選手がスタートを行くと思います。それを踏まえてね、車検の方を、ね、買っていきたいなと思います。3レースね、車検購入しましたということで、3の上村俊明選手から、はい、1、2、4、5、8の前頭、1号車の野沢彩乃選手の頭から2着、2、3、4の前頭で、買い足し込みで7200円の買いとなっています。さ、そろそろね、上げていきたいところなんですが、果たしてどうなることやら、3レースの方ね、見ていきたいなと思います。はい、3レースね、スタートということで、3号車行ってくれ、頼むから3行け、いいスタートじゃない、よし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 、オッケー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 、そう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 、いやー、まあ、いいんだ、行くか、これしょうがないから、しょうがない、やめて、よしよしよし、3号車頑張れよ、抜かれんなよ、3-1-2で、いや、7って何、7はダメだよ、福田裕二はダメだよ、3-1-2で、まずい、福田裕二さんはいらない、3-1-2で許して、あー、やばいか、入ってくるのか、あそこ、やばい、それはまずい、やべえ、371、まずい、うわー、福田裕二さんだと思った、まずいよこれは、うわー、743、こっちが来るか、いやマジで福田優さんの頭が743か、743で4360円と、7号車の頭を買ってなかったんでね、またしても外れてしまいました。はい、4レース頑張っていきたいと思います。その見た目なんですけどね、6号車の川原選手が、ね、直線伸びていて結構よく見えましたね。スタートさえなんとかね、無難にこなしてくれれば川原選手が差し切るんじゃないかなと思います。そしてですね、渡辺稔選手質問用意なんですけど、後半流れ込み結構良かったので、はい、そこまで悪い感じはしなかったですね。あと1号車の抜いた選手もそこそこよく見ました。あと3号車の松永選手も結構よく見ましたね。ちょっと難しいんですけどもね、6号車の川原選手と2号車の渡辺選手から買っていきたいなと思います。4レース車検の方ね、買いました。2号車の渡辺選手のためから2-1-3-4-6-7-0と6-1-2-7-0、7-1-2-6-0と買い足し込みで8900円となっております。当たればね、損はしないような買い方となっておりますのでね、4レースちょっと当てていきたいと思います。じゃあ早速ね、4レースの方ね、見ていきたいなと思います。発走でございます。5秒切りました。スタートまで3秒前、一般戦 B 第4レース、よしよしよし、2号車行きましたね、頼むよ、誰、後ろから来て何、ああ、来たかね、来たかねえかな、235、5を刺すか、いやー、2、3、
5か6か。5来てくんね。あ、でも5勝つのは確定しかない。8か、8、8来てくれ、奇跡的に8番筒井さん、奇跡起こさないか。いや、2、5勝てねえよ。やばいやばい、2、5勝てない、非常にやばい。いやー、まずいな。動かさせ。2、3、5か。いや、8来てくんねえか、頼むから。8来てくんねえか。2、3、5か。よし、235、よしよしよし、ホームベースね、235で当たりまして、はい、オッズがですね14,000円となっております。で、200円買ってるかなと思ったんですけど、これ100円しか持ってなくて、はい、でもね、まあ当たることができたんで、はい、この調子で5レースの方ね、頑張っていきたいなと思います。はい、4レース終わってですね、途中経過なんですけれども、4レース終わった時点で投資が26,100円で、回収が14,000円で、収支がねマイナス15,700円となっておりまして、はい、ようやく4レースね当てることができたんですけど、1レース2レース3レースがね外れてしまいまして、4レースね当たったんでね、この後のねレースも頑張っていきたいと思いますが、今回の動画は1レースから4レースまで前編ということで、本日はね、これ終わりにしたいと思います。もしこの動画が面白いと思った方はですね、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。